ではポケモンマスターズ実況始めていきますか。待て。どうしたの、待てちゃの見たいの。やかましいわ。てなわけで今回はポケモンマスターズガチャ企画やっていくよ。視聴者が動画間違えたかと思うだろうが、うちの視聴者は鍛えられてるんで大丈夫です。何がだよ。さて今回の企画はズバリ、ゲームのバディーが弾けるまで終われません。内容としてはその名の通り、ブイズが弾けるまでバディーズサーチを続けていきます。その先に提供割合でどんなブイズが出るのか確認しときましょう。EV さん、悲しいお知らせがあるんですが。何よ、今から楽しい企画が始まるってと。今のところブイズのバディーズは実装されてません。なんだったんだこれ。はいどうも、相棒 EV と二人旅、ハッチマップよ。ポケモンマスターズはブイズが実装され次第実況するかもしれません。さて今日はゲーセンで合流する回ですね。違います、ロケット団のアジトに行く回です。今日こそチューニズムで銀で満たするのです。リアルゲーセン行こうとする。行きたー。どこが行きがるな。さて例のごとく武蔵と小次郎が次の道を教えてくれてますね。ロケットのポスターがあるとこに行けばいいんだな。そしてポスターの前にいたやつは瞬殺しました。ポスターの見張りなんて、そんな露骨なことされたらなぁ。お、裏にスイッチがあるみたい。ポチッとな。こうして、ロケット弾は壊滅し、関東地方には平和が訪れたのであった。お知らせが過ぎますよ。というわけでアジトに乗り込みます。切り替え早すぎませんかね。クイックネスには自信があります。動きうざいな。手は敵を倒しつつ進みますか。そうだな。あなたはロケット弾じゃないのね。簡単にスパイが潜入できるロケット弾。風通しのいい職場です。外部に向けちゃダメでしょ。お、何隠れるみたいだね。現金かな。欲望に忠実か。ロケット弾セットだって。ジェネちゃんのお着替えだね。なるほど、早速着替えるのか。もちろんです、プロですから。何のプロだ。それで歯を着替えタイム。効果音やめろ。で歯を着替え完了。おお、ロケット弾らしく黒い帽子になってるな。ここだと見えづらいけど、洋服もロケット弾仕様だよ。それじゃあアジト攻略まではこのファッションで行くか。あとどうでもいいけど主人公もロケット弾にしときました。主人公の扱いが雑。モザイクでもいいかもしれん。やめろ。進んできたね。ボスのとこまで行くのにエレベーターの鍵が必要なんだが、この性格悪い奴が鍵をどっかに投げちゃった。絶対あいつ友達いないぞ。こらうぷ主の悪口はやめなさい。さてめちゃくちゃ遠くに鍵を投げられてしまったわけだが、こういう時はここ通ればいけそう。換気口か。でも結構高いとこにあるが。ならこの椅子を使いましょう。椅子を踏み台にするわけか。これで換気口に登れるね。しかし換気口は狭いぞ。主人公入れるのか。いやここはジェネちゃんに行ってもらいましょう。そうか、ジェネの小さい体なら入れるな。それじゃあここからはジェネちゃんを操作して鍵を取りに行きましょう。ここでは相棒を操作できるんだな。これはもう私がジェネちゃんに転生したと言っても過言ではない。お前はもともと EV だろうが。お、なんかいる。ロケット団のボスと幹部だな。いずれ戦うことになる。無視しましょう。おい、柵は破るためにあるもの。ヤンキーかな。さっきからあいつは何なの。歌うのが案外人気で調子に乗ってる人気屋です。後でしょす。お分かりいただけただろうか。え、何々突然。パイプの上を走るジェネちゃんが明らかに浮いているのである。ゲームなんだからそれくらいは許してあげようよ。というのはどうでもよくて、実はここにブラッキーがいました。何やってんだお前は。てなわけでジェネちゃんと合流。鍵も受け取ったよ。これで先に進めるわけだな。ボスの部屋の前まで到着。夫あそこにいるのは武蔵と小三治だっけ。それは違うやつだし小三郎な。こいつらがいるってことはまたダブルバトルか。そうなるな。それでこのダブルバトルに関していくつかコメントがあって、隣のポケモンを跳ねるしか覚えてないコイキングにすればいいってやつだな。ただ金欠すぎて500円のコイキングは買えないため、9割ジェネの洋服に消えてます。ここは固くなるしか覚えていない。トランシェルを出すことにするよ。それならコイキングと同じくバトルに影響することはなさそうだな。やったねジェネちゃん、これで戦えるよ。おいバカやめろ。まずは例のごとくトランシェルが倒れゆくのを見守ります。また罪なき命が奪われていく。後でトランシェルも触れ合いしてあげますか。できないんだよな。その後も特に問題なく突破したのでカットで。動画のテンポ20丸。かわいい。
いや、トランセルも回復してやれよ。どうせボックスに戻せば回復しますし、おっし、感謝の彼女もないんか。ミーに感謝するでしょ。おろろ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 。そして次は幹部戦か。アポロって言うんだって、美味しそう。違うアポロ想像してない。でもこの色は食欲湧かないよな。だから食べ物じゃないって。あ、勝ちました。ちょっと暗い実況してもいいのよ。実況なんてしたら視聴者がチャンネル間違えたかと思っちゃうでしょ。確かに。さあお次がボス戦。ロケット団のボスでおなじみ、榊だな。こいつを倒して私がロケット団を牛耳るんだ。待ってすごい野望が聞こえた気がする。志は高くないと。方向性が明らかに間違ってる。あ、勝ちました。ちょっと暗い実況してもいいのよ。そこまで言うなら仕方ないな。猫騙しすら当てられない猫と。命中率 100% とか言うわな。生き生きバブルでワンパンの際でした。うん、これは実況しなくてよかったやつだ。でしょでしょ。てなわけでこれからは私がロケット団のボスです。まだ言ってんのか。ロケット団以外の皆さんさようなら。それ違うやつや。火炎獅子だっけ。ひらだりな。そしてシルフスコープをもらいました。これで幽霊で溢れてるポケモンタワーにも登れそうだな。てなわけで今回はここまで。あれ、事務戦までやるんじゃなかったっけ。やろうと思ってたけどあれがちょっとあれだったので1ミリもわからん。まあ次回事務戦からやりますよ。まあそうなるか。では、ご視聴ありがとうございました。